県は、小国町で捕まえた野生のイノシシ1頭が豚熱に感染していたと発表しました。県内で野生イノシシの感染が確認されるのは初めてです。県によりますと、豚熱に感染していた野生イノシシはオスの成獣です。地元の猟友会が今月22日に捕獲し、 昨日、豚熱に感染していたことが確認されました今年、林隣県の新潟と福島で野生イノシシの豚熱感染が判明県は今年度128頭の野生イノシシを検査し今回初めて感染が確認されました小国町の野生イノシシと鶴岡市の養豚場の豚熱との関連は調査中ですが 可能性は低いと見られています。